子で目ががくて毛足が長い絨毯を意味するギャベとも言う。イランイスラム共和国の南西部に位置するシラーズ州を遊牧する部族、カシュガイ族、ルリ族などによっておられる遊牧民の手織り絨毯の略称である。もともとは山岳地帯を移動する彼らの生活の中で羊の毛をざっくりと折ってふかふかに仕上げてベッドとして使うために折られてきた手織り絨毯である。 イランのペルシア絨毯の市場では、その荒くて重い形状から、ギャッペとして、日の目を見ない商品であったが、近年ギャッペの市場が拡大して、品質も向上してきている。その素材は、遊牧生活を一緒に送る、羊の毛を生活圏に自生する草や、花、樹木などを染める、草木染めによる。ギャッペ絨毯の特徴である文様は、 伝統的な遊牧民の文様を織り込まれることが多く羊、ヤギなどの動物文様や生命の木と呼ばれる木の形を縦糸に対して一目、一目結びながら文様を作っていく。地のデザインはアブラッシュと呼ばれる染め村を利用しながら自然をモチーフにした色で自分たちの身の周りの自然の景色や出来事を絨毯に織り込んでいく。ギャッペは 南西ペルシャに位置するザクロス山脈の山岳地帯に生息する遊牧民たちの羊の毛を使っている。山岳地帯に住む羊の毛は日中と夜との寒暖差が多い時では40度ほどある地域特有の脂質が多い毛並みを有している。ペルシャの羊は直毛で毛に脂質が多いのが特徴だがその特質は放熱、保温。また直毛であるがゆえに 糸として寄った時に縮みにくくしっかりと揃った毛が出来上がる。草木染めの色を利用しながら自然の景色や織子の日常生活を絨毯に描いた個性的なものが特徴的である。モフセン・マフマルバフ監督による映画ガボによると歌手外族などギャッペをーる遊牧民の色の世界観には赤色や黄色は太陽の色、青アワシス、水の色、 黄色は法上の景色、青色と黄色を足してできる緑色は、春や夏に生い茂る草原の恵みなど、生命の循環を色に表すことがある。織子は、草木染めで染めるとどうしてもできる色ムラをも巧みに、利用して、ギャッペのデザインに反映させていく。ギャッペの良さは遊牧民の手作りであることである。素朴なデザイン、自然の草木染め、不揃いのサイズ、 どれをとっても人間味にあふれている。手結びで作るが、ゆえの丈夫さ、汚れにくく、手入れが楽であるため、最近のペルシャ絨毯の中でも人気が高まってきた。手作りである以上、出来栄えに多少差ができてくる。本来は、厚みのあったギャッベが、市場向けに良い品質のギャッベがおられるようになり、本来、あった5トル以の厚みから、近年は1トル程度にまで、 薄くなる傾向が出てきた。結びが細かければ細かいほど折り子の手間がかかり、結果として折り目の細かいものほど高額で取引されるようになってきている。ペルシャ絨毯は折り子から仕上がった状態の絨毯が集まる集積所や折り子、産地の工房から絨毯商人が仕入れを行い、仕上げ工房に回して綺麗に整えて商品化していく。その絨毯商人の一人である。 ゾランバリによって集められたギャッペ絨毯がゾランバリブランドである。ゾランバリはもともとイラン国内でゴミ扱いされてきたギャッペを遊牧民から定期的に買い付けを行い、ギャッペの品質管理のアドバイスを遊牧民に行いながらギャッペを輸出商品として販売拡大を図った。しかしながらスキルを上げたオリコはゾランバリだけにギャッペを提供しているわけではないので、 もちろん、ゾランバリブランド以外にも、品質の良いギャッペは、世界中の絨毯商人によって買い付けられ、世界各国の絨毯販売店で売られている。日本において、ゾランバリの名が知られるようになったが、販売店によるブランド化戦略によるところが大きく、他国での人気度、知名度はそれほど高くはない。また、伝統製法によるギャッペ絨毯の作り方自体にも大きな違いはない。 ゾランバリのギャッペ絨毯の裏にスタンプがあるものがあるが、日本の代理店が独自に流通させているもので、それ以外のゾランバリのギャッペにはスタンプは押されていない。他のギャッペのブランドとして集積を行う絨毯商人の名前をとって、商社としてメーカーのように呼ばれるケースは年々増えてきている。ありがとうございます。